日によってね、あんまうまくいってない時とか全然あるんですよ。服から全然ナイフ出てこんとかね。二人のダンスはかっこよかった。嬉しい、ありがとう。見て、握り直した、上手だね。トメさんギフトありがとう。明日はね、千秋楽だから、お家帰ってくるのが12時公演で、お家帰ってくるの早いから、ゆっくりショールームができる。いっぱい寝るぞ。絵の練習もしなきゃいけないけど、もすごく楽しかった。さやは、さやかは一番可愛い。嬉しい、ありがとうございます。こんばんは。今夜の魔球ショーが一番好きかも。嬉しい。なんかさ、日によってさ、その受け取る感情とか生まれる感情でさ、お芝居って変わっちゃうからさ、なんか何がどうとか自分で意識してないから分かんないんだけど、言ってもらえると嬉しいよね。日々成長ですな。こんばんは。ヒロリンさん、くす玉ありがとうございます。こんばんは。サリー、しそのおむすび好き。そう、最近大葉めっちゃ好きだからさ、しそ大好き。最近夜ご飯抜いてたから、久しぶりに夜ご飯食べてる。いや、なんかもう超空腹状態で、夜ご飯を抜いて、もうお昼から何も食べずに夜ご飯抜いて食べると、抜いて寝ると、朝マジでなんか具合悪くて目覚めるんですよね。なんでちょっと良い睡眠のために今ご飯を食べています。痩せるためにご飯を抜いてたけど、睡眠の質が下がったら普通に不健康だから、ちょっと寝たい今日は。末期の戦いのシーン、気迫が伝わってきて鳥肌だった。嬉しい、ありがとうございます。こんばんは。サリの元カレです、初めて見れて感動、イエーイ。今日はなんとユキリンさんのポジションだったんで、サビが1列目でちょっとすごい、気まずいというか、すごいこんな私がって感じでしたね。こんばんは。こんばんは。今日楽しかったな。ライブパートがね、この今日の昼夜はね、すごい豪華だったんですよね。今までと全然ストリート違った。あとね、1曲目が元カレですで、2曲目が制服の羽で、私だけ2曲連続で出たからめっちゃしんどかった。昼公演とか普通に転んだしね。転んだっていうか、足グネンってなってた。こんばんは。なんかもともと元カレですだけの予定だったんですけど、
まあいろいろあって制服の羽に、まあ、代わりに出ることになって2曲連続になっちゃったっていう、さやかちゃんがこんばんは。未来の扉、後ろでサイレン含め5人ぐらいがわちゃわちゃしてるのもよかった、楽しかった、懐かしいね。元カレですからの制服の羽見たかった、マジでね、もう全人類に見てほしかった。ゆいゆいサイリンひーちゃんの並びがすごい世界線、あ、熱狂ですよね。え、マジすごい、恐れ多かった。ゆいゆい私ひーちゃんってすごい、ってなった、左右が豪華すぎると思って無題内容はまだ言っちゃダメだよね、このシーンのサイリン良かったってのある。でもさ、今日配信でさ、そのなんだろう、全員見れる状態だったわけじゃないですか。個人的にはいい気がするんですよね。なんかそんなネタバレしてつまんなくなるシーンあんまない気がする、今回。バイコードさんギフトありがとうございます。だからみんな、なんかぜひともさえは感想が聞きたいから、むしろなんなら書いてほしいんですけどね。なんならね、気になる。サリーイケメンありがとう。個性の違い役をうまく表現していた。本当ですか、嬉しいね。なんかあんまりさ、自分のお芝居にしっくりしてないかあんま好きじゃないんだけど、みんなが褒めてくれるから、みんなが私の分まで私のお芝居好きでいてくれるから頑張ろうって思えるこんばんは。こんばんは。今日配信で見ました、サリー足めっちゃ綺麗ですね。本当？嬉しい。一時期さ、足もさ、なんか足だけは太らないって生きてきたんだけど、最近本当におデブで足も太っちゃったのね。だから頑張った、ちょっと痩せました。だから足がね、褒めてもらえて嬉しい。男の子っぽい役から女の子まで短時間で切り替えてすごいなと思った。あ、でも私なんか役の切り替え結構全然、なんか私結構人によってはもう役やってる時は私生活の自分も役のなんかキャラクターになる人とか、憑依しちゃう人とか、その袖でももう役の、キャラクターになっちゃう人とかいるけど、私はね結構ね舞台に上がってスイッチ入るタイプだから、上がってっていうか袖で出る直前に入るタイプだから、全然切り替えるのは全然苦じゃないですね。こんばんは。アンドロイド好きだ、嬉しい。アンドロイドの際の美咲っていう句は結構ミーハーでね、プリッコっぽい感じなんで頑張ってます。本当に綺麗でした、嬉しい。2階席にいたけどサリーの声よく聞こえてたよ。まあマイクついてるしね。こんばんは。お、試験さん可愛いよって、ありがとう。サリーの演技がそもそも好きだってなった。嬉しい。今日の撮影タイム、昼は蜂の巣挨拶、夜は蜂の巣熱狂でした。声量あるし演技うまい。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。でも声量があるのはマジマジです、これはマジ。演技うまいかちょっとね主観なのでね、みんながどう受け取ったかなんですが大事ですけど、声がでかいのはもう事実ですね。
タリの演技めっちゃいい。嬉しい、ありがとうございます。頑張れます、おかげで。こんばんは。こんな抑揚も魅力的。本当ですか。あんまり抑揚を気にしたことなかったな。勝手についてんのかな。オッケー、こんばんは。サリーの泣く演技はいつも鳥肌が立つことすごいと思ってる。嘘、私泣く演技めっちゃ苦手なんだけど、全然いつもうまくできない。今回も七夕で泣いてるけど、うまくできてると思ったこと一度もない。そんな風に思ってもらえてたなんて嬉しいな。わかんない、七夕のシーンじゃない可能性あるけど。こんばんは。おにぎり美味しそう。このセブンのさ、梅昆布がマジで美味しいから、みんな明日食べて。明日のお昼みんなこのおにぎり食べて。この舞台中もうこれ4個目ぐらい、めっちゃ食べてる。こんばんは。食物繊維いっぱいだしね。発泡酒飲んでます。じゃあ発泡酒飲んだことないし多分飲めない。こんばんは。明日はセブンから梅昆布が消えるね。そんな影響力ないよ私。そんな影響力ない。ひーちゃんが言ったらなくなるかもね、全国から。朝早く起きてジム行ってからそのおにぎり食べる。お、いいよ、食物繊維いっぱいだし150キロカロリーしかないから、おすすめ。こんばんは。こんばんは。でも今日さ、なんか本当に起きようと思ってた時間の1時間ぐらい前に目覚めちゃって、うわ最悪と思ってもう一回寝たんですよ、頑張って。でもやっぱ起きようと思ってた30分前ぐらいにもう完全に目覚めちゃって、うわ最悪と思って、もうこっちはいっぱい寝たいのになんでお腹空いてるからって目覚めるんだと思って、普通に気分が落ちたので早めに準備してカフェでモーニングして向かいました。なんかねママにね、早く目覚めちゃったって LINE したら、ママだったら気分を上げるためにそういう日はモーニングしちゃうなってきたから、天才と思って。なんか私の脳みそにはモーニングをするっていう発想はなかったの。もう家でダラダラしてから行こうと思ってたけど、モーニング行ったらめっちゃ気分上がるやんと思って、そう行ったら普通に元気出た。美味しかった、コーヒーとサンドイッチのセットみたいな。400いくら、500円しないぐらいだった。さあ明日も早いんです。明日12時公演なんです。皆さん気をつけてお越しください。千秋楽来ていただける方は。朝活いいよね、足が痛くて目が覚める。マジ直して直して、モーニングすると優雅な気持ちになる。わかる、貴族になった気持ちになる。それは言い過ぎ。無性にモーニングとか朝マックしたくなる日たまにない？なんかそのモーニングをするっていう文化が私の生活リズムに1ミリも気づかれてないから、その発想がない。そう
でもしてみたらよかったからまた暇な時行こうと思って。明日同時間帯に今日のアーカイブを見る予定。おお嬉しい。そう見逃し配信あるからみんなパラビ見てね。明日も行くよ、待ってます。右足昨日なんかなってるって言ってたけど大丈夫？あでも今日めっちゃ痛かった。でももう3年ぐらい付き合ってる怪我だからなんかもう耐える、耐えるしかない。あ最近ねカルディで買ったコーヒーをインスタントじゃなくてなんていうのあれ、なんていうのあれ、紙にセットして粉入れてお湯を上からこうやって注いでするタイプをね最近買ったんですよ。あそうドリップするやつなんですけど、ドリップって割と時間かかるじゃないですか、そのインスタントよりは。だから朝最近忙しくてコーヒー家で飲めてない。明日は飲みたい。でもカルディのコーヒー美味しいです。今日もありがとうございました。ありがとう。ドリップは香りがいい。確かにコーヒーって匂いするよね。小学生みたいな感想。まあどうせさえカフェオレにしちゃうんですけどね、カフェオレが好きなんで。今日モーニングでさ、なんかモーニングのそのセットにできる飲み物がやっぱコーヒーとかしかなくて、カフェオレってさ基本ちょっと値段高いじゃないですかコーヒーより。だからあじゃあこブラックコーヒー久しぶりに飲もうと思って飲んだけどやっぱ美味しいんだけど飲みきれないんだよなーってなった。美味しいんだけどねーつって。こんばんは。途中で嫌になっちゃうコーヒーは苦いから。いやなんかブレンドコーヒーとアメリカンコーヒーの違い、この前パパに聞いたばっかりなのにもう忘れた。アメリカンの方が濃いんだっけ。なんかパパにさ何が何だか分かんないけど何がどっち何が何なのって聞いてこうだよって教えてもらったけどもう忘れた。全然覚えてない。なんかコーヒーに対して博識な方いらっしゃいませんか。アメリカンが薄いんだ。逆か。はじめましてはじめまして。あじゃあアメリカンにすればよかったな。それ薄い方が飲めるかもしれない。ブレンドにしちゃったな今日。私紅茶が飲めないからさ、そういう時って絶対コーヒーを頼むんだけど、コーヒーもさやっぱなんか一杯飲みきれないんだよねブラックだと。牛乳が欲しくなっちゃう。お疲れ様でーす。そんなこんなでもう多分15分経ってるよね。15分のテロップ完全に見損なったは違う意味だな。見そびれたけど もうダメだ、今頭終わってないからちゃんと言葉が出てこん。もう味噌ビレタだな多分。見逃したそれ。なんで分かるの。さやが思いつきたかった言葉そんな秒で。天才やん、天才やないか。はーい、ということで見逃した君たち。そうイケメンパラダイス花盛りの君たちみたいな。はい、ということで明日は千秋楽でお家帰ってくるのが早いので、まあ、ちょっとのんびりねネタバレも含めた裏話も含めた配信ができたらなと思ってます。
じゃあランキング読みますね。13位マンダリンさんありがとうございます。12位コーチさんありがとうございます。11位かぼちゃ先生ありがとうございます。12位山広さんありがとうございます。9位黒狐さんありがとうございます。8位ラピーさんありがとうございます。7位ヤスさんありがとうございます。6位ピアノマンさんありがとうございます。5位立山健健さんありがとうございます。4位ともちさんありがとうございます。3位ヒロリンさんありがとうございます。2倍ことさんありがとうございます。そして1位はトメさんありがとうございます。明日ラッキーチケット取れなかったね、言ってたよね。みんな思いを送っといてくれ。今日の夜公演は最前列で観客したけどサリンかっこよかった。お、嬉しい、ありがとうございます。明日も観客する。お、じゃあ明日劇場に足を運んでくださる方はお気をつけてお越しください。ではおやすみ、バイバーイ。